さあ、闘技場上位の環境調査やっていきましょう。今回のパーティーはですね、私がいつも、闘技場で使ってる常連、ね、ヘクトル氏、こんな感じの、10凸、前回の英雄祭で、準備しておきました。で、あと動画、これもう最近、もう結構初期から作ってね、大活躍でございます。で、エルフィと。3体のアーマーとボーナスキャラで私はパーティーを構成していて、これで現状確認できている限りの理論値には到達するはずらしいです。うん、まあ、ただちょっとね、ロイの奥義を今回ケチったので別に1位取れなくてもいいやという感じで。でですね、闘技場のまずシステムについて一つ、ですね、対戦相手にスコアは依存しますので、対戦相手の方がどんなパーティーを置いてくれてるかっていうのがまず重要になります。ってなると、まあ、今回の対戦相手の方、まあ、上の方同じ人としか当たらないので一応あれですけど、そうですね、だいたいアーマーをわざわざ置いてくれてる人が結構います。ありがとうございます。本当、ね、防衛つかないんですよ基本的に。こんなの、ね、アーマーなんて移動が遅いじゃないですか。3すくみ有利をじっくりと準備して受けで倒すみたいなね、ことができるので、まあ普通にね、ボーナス込みで置いてくれてる方には感謝ですね。734とかその辺のスコアでアーマー置いてる人はある程度それを意識してくれてるのかなという感じですかね。で、あとはマムクーとかで遠距離反撃をつけてるので露骨にこれはスコアパーですね。うん、でこれをまあどういう風に買っていくのか、まあ見ていきましょうか、せっかくなんで。まあ10凸で速さチェキかな、うん、33をベースにして組み立ててるので、これは速さ33のチェキ切り返しあんのか。なるほど、まあスコア稼ぎ要因として置いてはおくけども、なんだろうね、そう簡単にはやらせねえという感じはしますね。それぐらいの歯応えを求めるのがこのゲームのプレイヤーのような気がするので、絶対追撃ってことは、まあそもそもの3すくみ相性有利をぶつけないとお話にならない気がしますね。まあ今は並び替えられるので変えておきましょうか。あれ、こうしようか。あれあれ、ちょっとタガタメ映ってんじゃねえかよ、やめろよはいはい、すいませんですね、じゃあ次のの見とこうか。だいたいこれでいいと思う。でこれでのの、まあだいたい地域と一緒じゃないかなと思ったけど、闇のブレスになってるんですね。弱体化入れてくんのか。なるほど。でこっちも同じく切り返し、まあ確かにめんどくさいっちゃめんどくさいな。ただうん、これ殴られた時に発動するんで、おそらくファルシオン対策か。今のボーナスにファルシオンいたっけな。まあそこら辺はね、あのポイントも高いはず、確か切り返しは90、180、240でしたっけ、そんな感じだったと思います。なので消費するスコアポイントっていうんですかね、あのこれです、これを多く消費するとスコアが上がるんですよ。なので守備体系で救援とか離脱とか、うん、そういうスキルだと、まあ、スコアが出るので、今回はその中から切り返しを選んだって感じでしょうね。うん、ワープは結構厄介なので、これぐらいにしていただけると助かるから、もしかしたらそれこそ本当にボーナスのために切り返しにしてくれるのかもしれません。アーマーの殴り合いで自分から殴るっていうのはないんでね、この辺はやっぱりアーマーバトルになるんで。じゃあ参りましょうか、そろそろアニメーションに入れましょうかね、せっかくなんで。まあちょっと雑談でもしながら参りましょうか。でこれちょっと下剣しかいないので逃げます。で次にこれな、多分紋章ついてんじゃねえかな。あ、ついてねえわ、速さの威嚇か。まあここはね、あの C スキルは全部スコアポイントが大差ないので、わざわざ継承してよほど強くする必要はない。例えばあのニニアンのなんだっけ、竜神だっけのコブ、ターン開始時竜の攻撃と速さを6上げるスキル、まああれが多分このパーティーだとつけてやればいいかなって感じしますけど、やっぱボーナスなのかな。ありがてありがて、この方がもうボーナスパー置いてやんねってなってアーマー消したら、あの734ぐらいのスコア出せる対戦相手が消えてしまいますからねコビ打っとけ、動画でな、動画上でコビ打っとけ。うん、さてじゃあ次も早速交戦状態に入る。でみんな浮いてるね、いや追いつこうか、さあ行こう、押すこい。でちょっと一応、ああのの組んだな、
まあここでいいでしょう。まあ多分勝てます。この域に来るとね、なんか能力値の暴力が激しいので、うん、サンスクミに勝てばもうほぼ勝てるみたいな感じのシンプルな試合となっています。魔法使いはほとんどいない。下げたか。では次はノノが来るのか。だったらこれで入れ替えは便利です、こういう時ね。よしよし。で動画が追いついた。動画が時代に追いついた。こんにちは。英雄祭で皆さんはヘクトルを確保しましたでしょうか。やっぱ強いぜこいつ。アーマーとかはあんまり闘技場で活躍してるイメージがないと思うんですけど、あの風なぎとか水なぎとか、あの自分から殴りかかった時反撃を受けないスキルとかを継承させてやるとめんどくさいっていうのをこの闘技場の対戦相手の方から学びました。全部アーマーだから余裕って思ったんですけど、ヘクトルに風なぎついてて、あの一方的に殴られるんですよ。受けから入る時に反撃負荷されると非常に困るっていうね。倒せる？倒せる？よし。まあこれでしっかり確実に撃破してと。中もあと省略でよくね？もういけるっしょこれ。いけそうな雰囲気しかないもんな。シーマさんとエルフィーさんがまあなんかわざわざ別方向行っちゃってんぜあれ。承知した。ロイ君頼むわ。うまく散ってちょ。よし。じゃあヘクトルと死神と、まあこれ満身してやられたら笑うけどな。まあ負けても私は今回はスコアは意識してないので特に問題はありません。よいしょ。まあうまくこうやってなんか3すくみのバランスを崩してやったらこういう珍妙な分散をすることもあるので、例えばあのキバパ馬、うん、なんかセシリアさんがね凄まじいブーストかけてめんどくさいって場合はその緑に対して赤と青をどんな感じで分散させるかとかを意識してやると、まあ、いい感じに散る可能性はあります。うん、特に意味もなく散ったりするんでね。結構3すくみの相性を見てるっぽいんで、じゃあ終わりましょうか。承知した。これはもうね、あと人参は結構な生存率を誇るのでめんどくせえんですよ。よいしょ。おい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 。一応疾風陣雷ヘクトルなんですけど、なんかあの強すぎると逆にスコア出ない現象が確認されてまして、私の中で例えばこのパーティーに戦員を装備すると逆に対戦相手のスコアが20ぐらい下がったんですよね、730から。なのでちょっと微調整で流星にしています。そういう意図です。というわけで、まあ多少なりちょっとまあ一応レアなんですかね、レアな闘技場光景をまあ、紹介したというところで今回はこれで終わります。残り2回対戦権あるんですけど、多分同じ人としかマッチングしないから実質ねもうあのレッスンなんでね、個人レッスン状態なんで、まあ、別の相手が来たら次回やります。ありがとうございました。